いや今今日仕事終わりで空論場に向かってますもうこれでピンとくる人はピンとくるかもしれないな。今空論場に向かってますもうそんなもったいつけるようなことでもないから、まあ、先に言うとだ、川崎にある空論場といったらもう誰もがああと、神奈川県民というか、まあ、川崎とか横浜の人とかだったらあああれかってなるんですけど、ウェアハウスなんちゃらだっけな、俺もうそっちの名前が分かんないから、空論場のゲーセンああってなるやつがあって、実はゲームセンターがあって川崎にね、でそれのあのショップのゲーセンの作り方がこの昔香港にあったスラム街の空論場と別名呼ばれてたところをかなりこう意識して作られて模したゲーセンになってるんですよ。質感とか店内とか単なるゲーセンター大違いっていうか、あのいわばディズニーランドみたいなもんですよ。それの空論場のスラムバージョンみたいな感じ、まあ後で行けば分かるんだけどっていうところに行こうと思ってます。仕事終わりで、まあ割と川崎だったらね近いんで、でなんで行こうかなって思ってるっていうと、11月の何日だったかな、後でちょっと日付入れときますけど、あの完全に閉店しちゃうらしいんですよ、そこの空論場のゲーセンが。なんでか理由はちょっと分かんないんですけど、で今まで俺ゲーセン自体に行くことがまず全くと言ってことないから、そこ前までは写真とか撮っちゃダメだったんですよ確か、俺が記憶してる限りでは。だから別にゲーセン行ったってゲームやんないし、なんかメダルゲームとかそのゲーセンの何かをやらないし、でかといって、まあ、写真もそんな興味なかったけど、写真撮っちゃダメって言って、じゃあいよいよやることないじゃないですか俺写真も撮っちゃダメで、ゲーセンもまた興味なかったら、行ったところでへーって眺めて終わりだから、さすがにそこまで興味はなかったんですけど、まあ、言ってもほらうまく作り込んでるってやつじゃないですかと俺は思ってる。まだ実物見たことないけどね。言ってもまあほらリアルなものとリアルにしてるものとまた別じゃないですか、いくら言ってもさ、どんだけ頑張ってもやっぱそこは埋められないものが多少あるかなと思うんで、そこまでして見に行きたいかって言ったらそうでもなかったんですよね俺は。だから、まあ、興味あんまなかったんですけど、まあ、閉店するっていうんで、まあ、じゃあ一度ちょっと自分の目で見てみようかな。まあその空論場のゲーセンを知ったのはもう遥か昔なんで、今のこの仕事の先よりも前から一応知ってたんですよ。だけど今職場から仕事帰りにフラッと行くんだったら近いし、で写真もその閉店するにあたって写真撮影も許可になったんですよ。ただしあのスマートフォンとか携帯電話とか、あの手持ちのコンパクトカメラとかだったら OK ですよみたいな感じ。あのがっつり機材を持ち込んでの撮影とか、あのプロがほらライトを使ってとかさ、多分三脚立てとかそういうのは他のお客さんの迷惑になるから多分無理だって感じです。あとコスプレイヤーとかのモデルを立てての撮影とかも迷惑、他のお客さんの迷惑なんでお答えするかもっていう感じらしいですけど、普通に手持ちのカメラで撮る分には OK ですっていう風に公式が今のところ言ってたんで、この後どうなるか分かんないですよ。この俺が見た限りの時はそういう風に言ってました。だからその辺はもし行くんであれば自分でホームページとかあの公式ツイッターとかあったんで、それで確認してもらうとしてって感じですね。あれこれ道合ってんのかな。と空論場って何かっていうと、その香港の、まあ、中国の、まあ、中国というかまあ香港というかね、その香港に作られたスラム街で、なんかこうスラム街の狭い区画なんだけど、そこで建築をどん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 こうなんて言うんだろう、無理やりその狭いスペースにいろんなマンションじゃないけど、高層マンションじゃないけど、違法建築じゃない、それこそ違法建築じゃないけど、無理やりねその狭いスペースの中に限られたスペースだから、そこに家を建てて、さらに家を建てて、家を建ててってやっていくから、最終的には高層になってるだけで、最初から高層マンションみたいになってるわけじゃないっていうか、なぜそういう風になってその狭い地域にこだわってるかっていうと、確かあの香港がイギリスの統治下で、戦争後にね、でイギリスの統治下だから中国側もうかつに手は出せないじゃないですか、香港を担ってるっていうか、香港を握ってる中国もイギリスの、香港がイギリスの統治下だったから手は出せないと。で逆にイギリス側もその香港はイギリスの統治下の中にはあるんだけど、その空論場のあたりに関しては中国がなんか権利を握ってるだとか何だか忘れましたけど、だから一応中国の管轄下になってるわけですよ。だからイギリス側も浮かずにこう手を出せないってことで、お互いこう手が及ばないから、
だからスラム街みたいになってて、まあもちろん犯罪もあったり衛生状態も悪かったりって本当のザ・スラム街にはなってたみたいなんですけど、だからこそ、だからその両方の手が及ばない無法地帯になってるからこそ、その狭い地域にみんな固執してそこに暮らそうとし始めるっていうか、移民たちがそういう無法地帯になってるからこそそこにみんな住んでた、住むが見たいですね。密集した感じとか、あとその雰囲気とか、独特の雰囲気を放ってたし、その建築の仕方も無理やりこう立て込んでたから、砦のようだってことで人呼んで、まあ空論城祭っていうか空論城呼ばれてたっていう感じだったんじゃないかな、確か。でそれを、その雰囲気をすごくこう頑張って寄せて内装にしたゲーセンが川崎にあった。それがウェアハウスなんちゃらっていう、もうつきますね。で閉店が発表されてから、やっぱり 俺ですらちょっと行ってみようかって気になってたわけだから、それまで興味なかったのに、やっぱりそういう人多いと思うんですよ。特に土日とか最後の姿を見に行こうとか、なんでこうあえてこう今平日のちょっと空いてれば行ってみようかなと思って、あと昔と違って俺最近フィルムカメラであれば写真撮るの結構好きなんで、ちょっとフィルムでいっぱい写真撮ってこようかなと思って ISO 800のフィルムを詰めて持ってきました、手持ちのカメラをね。基本的にはこの動画では、その動画のアクションカメラの映像と iPhone のスマホで撮った、おっと危ね、写真で今回の動画をお送りしようかなと思ってます。すぐ左だ、あここか、すげえ。普通に駐輪場もありましたね。結構混んでますね。楽しみだな。ちょっと行ってきます。包丁の音がする。やばいね。後で写真撮りまくろう、フィルムで。すげえ。ゲーセン以外にダースとか卓球とかあるみたいですね。アミューズメントですね、全部。
出口と立体駐車場、駐車場こんだけでかくて無料なのはすげえいいっすね。いや意外と良かったですね。まあ言っても汚してるっぽい壁とかだったりはするのはしょうがないじゃないですか、どうしても。それはもう予想通りの、まあ、これはもうしょうがないだろうなっていうレベルのね、汚してる風の壁っていうか、だけどまあ十分こう雰囲気程よく、こう程よかったですね。へえ、思ったよりは全然はるかに上回ってました期待を。あ、こういう感じなんだと思って。うまいことやってますね。アミューズメント施設じゃないですか言っても、ゲーセンとかカラオケはあるか分かんないけど、ダーツとか、そのアミューズメント施設にアミューズメント感を持ったまま、可能な限りあのスラム感というか空論場感を出してるって感じで、めちゃくちゃ良かったですね。電脳空論場祭って書いてあって、まあ、確かに電脳版のみたいな感じ、現代版のって感じがしてすごい良かったですね。あの張り紙の感じとか汚してる感じとか、かすれたチラシとかさもあったし、あと一番やばかったのがフィルム写真、一通り巡った後によし、じゃあもう一回一から入り直してフィルム写真撮りまくろうとか思ってフィルム撮ってたんですよ。で言ってもあの室内でも撮れるやつなんだけど、室内で撮れるって言っても中がやっぱ暗いんですよ。空論城ってその建築を無理やり普通に建てたやつからレゴみたいにどんどん上に重ねて建築を無理やり作って家を建ててたスタイルだから、全然日が差し込まなかったらしいんですよ。当然あのゲームセンター内も別に必要以上に明るくはしてなくて、やっぱ雰囲気作りしてるから、おいい感じじゃんと思って肉眼で見て撮ろうと思ってもやっぱ暗いんですよフィルムだと。あ、これ映んねえだろうな、でも一応撮っとくかとかでやってたら、最後よしと思って押したらカサッカサッ、あっという間にフィルム1時間も経たずにフィルム27枚撮りかな、一瞬で使い切ってまして、やっべえと思って。でその後にトイレ行ったら、上の階のトイレは普通なんですけど、2階の男子トイレがやばくて、あの雰囲気作りとか汚しが本当すごくて、本当汚いっぽい、まあ、汚い感じはしないんですけど、かなり汚いっぽい雰囲気が出てて、トイレっていう素材との相性も良さも相まって、なんですか、なんかそのごちゃごちゃしたごったにの感じが、その公衆便所感と相まってすごい良くて、いいねと思って。でももうフィルムないから、でもあのトイレの中の照明だったら多分フィルムで撮れたんですよ。一番失敗したなと思って、あれをフィルムで撮りたかったなっていうのが正直な気持ちですね。かといってな、また来るかってのはちょっとあれだけど、クレーンゲームしたりとか、ビデオゲームしたりとか、あとダースだとか卓球台とか、そういうアミューズメントとして楽しみに来てる人の施設っていうのが大前提にあると俺は思うんで、いくら撮っていいよって言われても、だから撮っていいよって言われたところでちゃんと邪魔にならないように、迷惑にならないように気を使いながら撮んなきゃいけないなっていうのは思うんですけど、あと11月17日まで日がないけど、気になってる人はね行ってみて、まあちょっと遊ぶなり、まあ自分は中入ってジュースだけしか買ってないですけど、ゲーム興味ないんで、もしねゲームも好きな人とかいたら、写真が好きな人とかね、じゃあ真ん中に写真撮った後は思う存分ゲームを遊んで、レトロゲームもいっぱいあったんで、ぜひ気になる人は行ってみてください。空論城、さようなら空論城でした。川崎の空論城、思ったより楽しめました。